はい、どうもこんにちは、コロです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は3月に発売されるバラエティ編を紹介したいと思います。まずは再販情報、ミニ高級カトラリーセットですね。これ何がすごいって、箱の内側がフロッキー仕様になっていて、カトラリーがね、もちろん一つずつ取れるのは当たり前なんですが、しかもダイキャスト製でできてるっていうのはすごいですよね。こちらは1回400円のガチャになります。続いては人力車を紹介していきたいと思います。組み立て式ということなので、結構細かく部品が分かれてそうですが、高さが 6.8 センチありますので、サイズ的にはおおよそ22分の1スケールじゃないかなと思います。ということはだいたい8センチぐらいのフィギュアと合わせるとサイズ感はちょうど合いそうですね。これは欲しいですね。1回こちらは400円のガチャです。続いて紹介するのはこちら、電車のプルバックカーですね。いわゆるチョロ Q 的な後ろに引いて前に走り出すっていうタイプのゼンマイカーで、側が結構よくできてるんですよね。ライセンス品ではないのでデザインがちょっとね、変わったデザインをしていますが、レトロトレインなんかは昔の横須賀線そのままで、これはなかなかいいですね。しかも1回200円とお安いので、レトロトレイン狙いで1回ぐらい回してみますね。続いて紹介するのはこちら、ルミナスボールパステルですね。これは蓄光タイプになっていて、光に当てとくことで光るタイプのボールということで、壁にもひっつくのでなかなかちょっと面白い動きしそうですよね。しかもムニムニ感触ということで、なんか最近このような商品紹介したことあるような気がするんですけれども、壁にひっつく商品は普段からホコリとかね、くっついてしまうので、それだけがちょっと気になりますね。こちらも1回200円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ニーボリギター金属看板ボールチェーンですね。これ昔かなり見かけましたよね。といっても多分関東の方しか知らないと思うんですけれども、確か神奈川に本社があるギター教室の看板ですよね。これ結構錆びた看板が多くて、あの駐車場とかね、ブロック塀なんかに貼られてたんですけれども、すごい見た記憶があって懐かしいですよね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、取扱い注意マスキングテープですね。これはリアルな発送にも使えそうで結構いいですよね。メルカリの発送とかやられてる方なんかは使えるんじゃないでしょうか。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、ムチャデカジュエリーリングですね。これはもう見たまんまなんですけれども、めちゃくちゃでっかいジュエリーがついたリングということですね。こちらは1回300円のガチャになります。続いての商品はこちら、夢見るいちご箱ですね。こちらはカプセルレスになっていて、中にブレスレットや指輪といったアクセサリーが入っているようで、カプセル自体も小物入れとして使えるので、これは女の子にはいいんじゃないでしょうか。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、バスストップボタンネクスト2ピンポーンですね。これは確かね、だいぶ前に回したことがあるんですよね。まだ YouTube をやる前に回した記憶がありますね。今でも家にありますが、これはなかなかよくできてるんですよね。これが1回300円で手に入るってすごいですよね。続いて紹介するのはこちら、心機一転開運だるまですね。これから受験シーズンですからね、こういう開運だるまはすごくいいかもしれませんね。合格祈願に新年のね、願いを込めてだるまを回してみるのはいかがでしょうか。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、プップルとお友達ジオラマアクリルスタンドですね。あのプップルがジオラマスタンドになって、いよいよガチャガチャに登場ということですね。これはなかなかよくできていて可愛いんじゃないでしょうか。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、 DJ バトルゲームですね。指示された3つのボタンから押して遊ぶゲームみたいですね。いわゆるスクラッチができる DJ のね、機械みたいなものかと思ったんですが、スクラッチして回すというよりは押して遊ぶものみたいですね。
一応これなんか YouTube で公開中っていうことで QR コードをたどったんですが、このガチャに関してはちょっと載っていなかったので遊び方がちょっとわからないですね。でもこういう音ゲー的なのって結構楽しいんですよね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、効果音エフェクトスタンドですね。こちらは写真で撮影するときに結構映えそうですよね。インスタとかに投稿するときに一緒に立ててあげることで効果音がテキスト入力をしなくても再現できるっていうのはいいですよね。こういうのはなかなか楽しくていいですね。こちらは1回300円のガチャになります。続いて紹介するのはイニシャル D エフェクトアクリルスタンドバージョン3というわけで、こちらは劇中のワンシーンを切り抜いたようなアクリルスタンドになっていますね。これはなかなか迫力あっていいですね。前回のバージョンも探したんですけど全然売ってなかったんですよね。これはちょっと気になってるんで見かけたら回したいと思います。こちらは400円のガチャです。次のガチャガチャはこちら、猫がいるお香皿ですね。これはお皿と猫ちゃんがセットになったお香皿ということで、お香の方には丸いねお香立てもついてますし、リーフ型の方にはそのまま置けるようになっているような形ですね。こちらは1回400円のガチャになります。次なるガチャガチャはこちら、ラパンですね。ラパンはどっちかっていうとちょっと前に出てたラパンが好きなんですけれども、これはちょっと女の子向けで可愛くなりましたよね。スケールは64分の1でフィギュアまでついているので、これはなかなかいいですよね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、可愛いミニミニ算数セットですね。昔でいうお道具箱ですかね。今もこういうのあるんでしょうか。なかなかね、今の子供たちがこういうの持ってるかどうかはわからないんですけれども、いわゆるお道具箱を小さくしたような感じですよね。時計の合わせ方だったり数の数え方なんかをね学べるボックスになってるかと思います。こちらは1回400円のガチャになります。続いてのガチャはこちら、名前が自由自在光る看板マスコットですね。光る看板シリーズすごく人気ですよね。こちらは大まかなデザインだけ決まっていて、名前の部分だけ自分で好きに入れられる商品みたいですね。大小のシールが付属しているみたいで、好きな名前を入れ込むことができるみたいですね。コウのホビーチャンネルっていう看板をね作ってみたいですけれども、ちょっと長くてそれは無理そうですね。こちらは1回400円のガチャになります。続いて紹介するのはこちら、グレイスメイトポピーミニチュアライトですね。これは昔あったクールマニポピーっていうやつですよね。確か漫才師のオール阪神巨人さんが宣伝されたと思うんですけれども、それをミニチュア化してさらにライト化したのがこちらの商品ですね。これはちょっと気になりますね。こちらは1回400円のガチャになります。バラエティカテゴリー最後に紹介するのがこちら、学校のチャイムですね。学校にあったスピーカーを模したこちらはチャイムになっているみたいですね。確か前にもこの手の商品発売されたと思うんですけれども、満タン化の部分がスイッチになっていて、押すことで学校のチャイムが鳴るといった形ですね。こちらは1回500円のガチャになります。はい、というわけで今回は2023年3月に発売されるバラエティ商品のガチャガチャを紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。他の月のガチャガチャや他のカテゴリーにつきましては概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、ぜひぜひそちらからご確認ください。またね、今後も新しい情報入りましたら随時アップの方をしていきますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。